このイベントは三重県の特産品の魅力を海外へ向けて発信しようと、三重を拠点にする105銀行と中部経済連合会が主催して開きました。会場では三重県立大岡高校食物調理科の生徒15人が地元の食材の魅力をアピールしようと、タイや松阪牛などを使って寿司を握り、来場したアメリカやフランスなど12カ国の大使館職員らに振る舞いました。これまで、たくさん寿司練習してきたので、その成果が出せたらすごい楽しいですし、これからの料理の人生にすごいいい経験だなと思うことができました。中部経済連合会はこの地方のインバウンド獲得に向け、今後も地元の魅力を発信するイベントを開催していくとしています。